卒業生代表村上舞。卒業生起立。礼。直れ。寒さも緩み、春の訪れを感じることができるこの良き日、私たち卒業生のためにかくも盛大な卒業式を挙行していただき、卒業生一同心より御礼申し上げます。学長、理事長並びにご来賓の皆様からの温かいお言葉はとてもありがたく、これからの新たな生活に生かしていきたいと思います。4年前、さまざまな学問を学ぶことや、たくさんの仲間と触れ合えることに、胸を膨らませながら入学式を迎えました。そして、思い返してみると、この4年間はとても充実し、毎日が幸せであり、仲間に恵まれ、環境に恵まれ、とても忘れられない日々となりました。私は、幼い頃から体操競技だけを中心とした生活を送っていましたが、大学では心理学や指導の方法、体の仕組みについて多くのことを学び、特に3、4年生になってからの細かい筋肉の仕組みや休養の取り方についての専門的な授業にとても興味を持ちました。睡眠や栄養の大切さや怪我をしたときにどこの筋肉をリハビリするべきかなど、授業で学んだより深い知識を実践し、それが成果として出てくるようになると、学んで生かすことがとても面白く、より一層多くのことを知りたいと思うようになりました。また、コーチングではアスリートとしてではなく、指導者の視点から指導方法などを仲間と話し合うことで、今まで気づけなかったことや練習における改善点などを見出せるようになり、実際に試合などでも生かすことができました。大学生となった初めての試合で、私は自己管理が足りず、試合本番でもミスをしたり諦めてしまうような試合をし、監督から考え方を改めなさいと言われました。その後、先生、仲間、親、先輩から自分自身がどのように見られていたのかを教えてもらったことで、自分に足りないことはすぐに諦めることや、一つのことを継続できないところだと気づいたのです。そこで深く反省し、改善していくために計画を立てていくようにしたことで、体操に対する考え方が変わり、競技も好きになり、毎日が充実するようになりました。そして、物事に対する考え方が変わったことで、設備が充実した、恵まれた環境でスポーツをすることができること、練習後、休養を取るために最適な量があること、部の仲間と笑い合ったり、時には部のみんなが向上できるためには何が必要かと真剣に考えることができる素晴らしい環境があることは当たり前ではと気づき、今では感謝の気持ちでいっぱいです。最後の1年間は主将を務めさせていただき、インカレ優勝、全日本団体5連覇に向けて必死に練習をしていましたが、インカレ間近に私は怪我をし、試合に出場することができませんでした。さまざまな形でサポートをする方法はあったはずですが、怪我をしたことの悔しさで気持ちを保つことに精一杯で、
主将としての役目を何一つ果たせず、仲間に申し訳なく、何のための主将なのか深く悩みました。しかし全日本団体では主将らしい演技で4年間学んできたことをしっかり果たそうと心に決め、試合に臨み、無事に5連覇ができたとき、初めてみんなの役に立てたと実感できました。目標を達成することができたのは自分の努力だけではなく、競技に集中しやすい環境を整えてくれた監督、先生方、仲間がいてくれたからです。また競技を続けることで日体大に入学して本当に良かったと思う、本当に感動したと言ってもらえる機会が増え、とてもたくさんの方から支えられているのだと実感しています。そして何より日体大に入学し競技に専念することができたのは両親のおかげです。この場をお借りして改めて感謝の言葉を伝えたいと思います。ありがとうございました。あと約1年半で東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。競技を続けていく上での私の目標はオリンピックでメダルを獲得することなので、その目標に向かってこの4年間で学んだことを一つも無駄にすることなく、一日一日を大切に目標に向かって精進していきます。スポーツをしている人やスポーツを見てくれる人に感動を与えられることはとても素晴らしく、その感動が私たちにとってはまた頑張ろうと思うことができる原動力ともなっています。私たち卒業生はこの後教育や保育、医療や福祉、また産業界や競技スポーツの世界へとさまざまな道へ進んでいきます。進む道はそれぞれ違うのですが、さらにスポーツの素晴らしさをたくさんの方に伝えてまいります。最後に本日お集まりの皆様のご健勝と日本体育大学のさらなる発展を記念いたしまして、卒業生代表の挨拶とさせていただきます。平成31年3月15日日本体育大学卒業生代表村上茉愛。レイ、直れ。